毎月の支出の半分をコスメに当てる女、どうも、アリちゃんです。はい、本日の動画なんですけれども、私が持っているベースメイクアイテム、一気見せしていきたいと思います。でもしよかったら、動画最後までご覧いただけますと幸いです。それでは、動画、スタート。はい、ということでね、今からこの机に持っているベースメイクアイテムを全部出していきたいと思います。ベースメイクアイテムを、持ってきました。どう出そうかな。よいしょ。はい、今ですねちょっとコンシーラーが全部入りきらなかったんですけど、コンシーラー以外のベースメイクアイテム全部出しました。疲れた。はい、まあこんな感じですかね。今私が持っている化粧下地とファンデーションとフェイスパウダーのね、それが今この中に入っております。で、まあせっかくねこれで全商品並べているので、まあ、せっかくなのでカテゴリーごとのね一群コスメっていうのをご紹介していきたいと思います。じゃあまずはじめは化粧下地の一群をね選んでいこうかな。化粧下地はだいたい前の方に置いてみました。化粧下地のパッと見一群だなって思う子たちとしては、このぐらいかな。はい、一群選定完了しました。はい、一群に選んだ化粧下地紹介していきます。こんだけいろいろ試してきた中でも特に一群に入るのはねこの5個かもしれない。一群の中でも唯一のプチプラはねこのサナマイコハンの化粧下地 N のみですね。これはね本当にめちゃくちゃいい。最近の毎日メイク動画でも紹介したんですけど、1300円で買えるとは思えないぐらいめちゃめちゃカバー力が高いんですよ。気合い入れる日とか全然デパコスの化粧下地抑えてこのプチプラの化粧下地を使うぐらいには仕上がりがめちゃめちゃ綺麗です。これはねほんと最近めちゃめちゃ愛用してます。で、お次のこのポール&ジョーの化粧下地ですね、これはもうかなりのド定番ですよね。この化粧下地を一言で言うとめちゃめちゃ綺麗なトーンアップをしながらツヤ肌になれる、こちらも高カバーな化粧下地。あと香りもねこれはめちゃめちゃいいです。初めてのデパコス化粧下地を買うんだったら個人的にはねポルジョが一番おすすめ。高カバーなんだけどツヤ肌が好きな人はねポルジョが相性いいと思います。はい、お次クレドの下地ですね。この下地はね皮脂テカリ防止機能が入ってるんですけど、今まで使ってきた皮脂テカリ防止下地の中でも一番使用感がめちゃめちゃ良かった。これテクスチャーがね全然サラッとしてないのに皮脂テカリをねしっかりと防止をしてくれるの。私ちょっと皮脂テカリ防止下地のサラッとしすぎる感じが少し苦手だったんですけど、そういう人にはねこのクレドの下地めちゃめちゃおすすめ。これからの季節っていうよりかは春夏とかに相性はいいかも。これは、はい、お次こちらがアンプリチュードのクリアカバーリキッドベースです。この化粧下地もねめちゃめちゃお高いんですけど、何がいいって思ったかってこの下地をつけて次にねどんなブランドのファンデーションをつけようが相性がね悪いって思ったことが一回もないんですよ。なんかさ意外とさこの化粧下地は好きでこのファンデーションも好きなんだけど、合わせるとなんかちょっとモロモロしちゃったり仕上がり汚くなるなっていう組み合わせとかあったりしませんか？私ねたまにあったりするんですけど、それがね全くないなって思ったのがこのアンプの下地でした。この下地カバー力はね本当にほぼほぼなくって、かなりスキンケアっぽい下地にはなるんですけど、組み合わせを選ばない下地なので、これもね1個もあるとすごく便利だなって感じることが多いですね。最後のこのポーラのはねもうリニューアルをしちゃって販売されてないんですけど、これねめちゃめちゃね高カバーで仕上がりすごい綺麗だったんですよ。そうだからリニューアルしちゃって悲しいんですけど、すごい良かったので販売してないんだけど一応ピックアップしました。多分ねこれがリニューアル後の商品なんですけど、個人的にはねリニューアル前の方が好きでした。でももうこれは販売してないからあんまり意味がないね。ちなみに今1群でデパコス中心に紹介してしまったので、化粧下地の2群もね合わせて紹介いたしますと、2群だったら、はい、2群選定完了しました。2群化粧下地まず1つ目がじゃんこちら、マキアージュのドラマティックスキンセンサーベース EX の UV プラスです。さっきはねクレドの化粧下地がめちゃめちゃサラッとしないのにちゃんと皮脂テカリも吸収してくれてすごいいいって話をしたと思うんですけど、クレドの下地ってね1個7000円とかするんですよ。めちゃめちゃ高くって、なのでもう少しお値段を落としたラインでいいなって思う。皮脂テカリ防止系の下地だったらね、私はマキアージュとか結構好きかもしれないです。このマキアージュの下地もしっかりと皮脂テカリ防止してくれるんですけど、乾燥具合が他のものと比較するとこれもね結構使いやすかったですね。あとこちら&Bの UV ミルクスタンダードですね。このね&Bの UV ミルクめちゃめちゃ人気なんですよ。今年の夏とかねほんとどのお店行ってもすっごいもう欠品だらけで、ようやくねゲットした化粧下地だったんですけど、これはねハイライトとしても使えるんじゃないかなっていうぐらいしっかり
かりとツヤが出て、かつね、トーンアップ具合もすごいです。ナチュラルなトーンアップっていうよりかは、がっつりとしたトーンアップにはなるんですけど、SPF50、PA が 4 プラスとね、しっかりと紫外線対策ができつつ、トーンアップもできつつツヤ感も出るので、これもね、結構個人的には好きでした。あとこれ、石鹸量も落とせます。で、同じく日焼け止め兼化粧下地っていうラインで言うとね、アニーのね、カラーチューニング UV も結構おすすめです。この2つはね、一応カテゴリーとしては、化粧下地っていうより日焼け止めになるとは思うんですけど、一応これ、トーンアップ効果もね、ある日焼け止めなんですよ。まあ、なので、まあ、予定がね、ある時にちょっとこれ1本だと少し私は嫌かなとは思うんですけど、それこそなんか今みたいに、おうち時間の時とかにね、この商品があるとすごく便利だった。適度に肌悩みをカバーしてくれる。これもね、SPF50 プラス、PA も4プラスね、しっかりと紫外線対策効果もあるので、これもね、めちゃめちゃ便利。あと2軍最後はね、こちら、サナの滑らか本舗スキンケア UV 下地。これさ、最近結構なんか、プラザとかさ、アットコスメストアとかで見かけたりしませんか皆さん。そう、これ有名なさ、スキンケアの豆乳イソフラボンから出たスキンケア UV 下地なんですけど、これ1個で、化粧水、美容液、乳液、クリーム、UV カット、化粧下地ってね、6役を担ってくれるアイテムなんですよ。そう、だから使用方法としては、洗顔後にね、これをすぐつけていいの。めちゃめちゃ便利じゃないですか。SPF も40で、PA も3プラスね、しっかりと紫外線対策もできるし、これね、石鹸でもオフできるので、肌にもね、低刺激の商品になっています。はい、そしたらお次はファンデーションの1群を選んでいきたいと思います。ファンデーションの1群は、はい、まずね、密着力重視の人にね、おすすめしたい1群ファンデーションは、じゃん、この2つです。ランコムのターンアイドルウルトラウェアリキッドと、チュー上村のアンリミテッドラスティングフルイドです。今の時期に皆さんマスク移りとか気にされる方が多いと思うんですけど、個人的にマスク移りしないファンデーションといえばランコムとチュー上村。でね、個人的にはね、ぶっちゃけそんなにね、ランコムとチュー上村の違いをね、感じてないんだよね。両方ともセミマットで、しっかりカバーできて、高密着でマスクにつきにくいファンデーションっていう感じ。値段はね、シューの方がね、ほんのちょっとだけ安かった気がする。そうなので、あんまりなんか化粧の味ができなさそうだなって日だったりとか、今日は一日中マスクするなって日だったりとか、そういった日はこのランコムとシューのファンデーションを使うことがめちゃめちゃ多いです。で、今度は逆にツヤ肌に仕上げたい時の1群ファンデーションが、じゃん、こちらデナソルのグローイングウォータリーオイルリクイドの1番とアンプリチュードのロングラスティングリキッドファンデーションです。この2つはね、ほん本当に綺麗なツヤ肌が仕上がる。じゃあまず、ルナソルのファンデーションに関してはね、開けるとね、入り口の部分がこんな形をしていて、まあ、正直ね、ちょっと出しにくいっちゃ出しにくいかも。そこがなんか唯一のデメリットっていう感じがする。ルナソルのこのファンデーションもですね、いろんなヘアメイクアップアーティストの方がツヤ肌にしたいんだったら、もうまずはこのルナソルのファンデーションを買ってっていうぐらい、美容業界の中でも王道のツヤ肌ファンデっていうイメージが私の中ではあります。まあ、なんだけど、いわゆるなんか韓国肌っぽいザ・ツヤ肌っていう感じではなくって、なんか皮脂と馴染むことでナチュラルにジュワッとしてくるような、そんな感じのねファンデーションだと思います。個人的にはつけたてよりもちょっと時間が経った方がね、このファンデーションは仕上がり綺麗な気がする。まあ、ただカバー力はそんなにないから、カバー力を求める人にはあんまりおすすめはしない。次、アンプリチュードのこのファンデーション、これに関してもね、カバー力はほぼほぼないかも。まあ、なのでしっかりカバーしたい時にはこれも不向きなんだけど、とにかく仕上がりがめっちゃ綺麗なツヤ。田中みな実さんのねデスコスにもこのファンデーション入っていました。で、アップの方のファンデのツヤは結構しっかりとしたツヤっていう感じですね。つけたてからね、しっかりと上品なツヤ感をね感じることができるアイテムです。まあ、なのでそんなに肌トラブルがなくって、かつねツヤ肌にしたい人にはね、アップのこのファンデーションも高いんですけど、めちゃめちゃおすすめで、お次、プチプラで1群ファンデーションを知りたいって方におすすめなのはね、こちらです。マジョマジョのミルキーラッピングファンデ、これもめちゃめちゃ仕上がり綺麗です。これもね、仕上がりはツヤ肌寄りのファンデーションなんですけど、このねファンデーションの良さは、塗ってる時の軽さ。しっかりとカバーしてくれるんだけど、塗ってる感がね全然なくって、ナチュラル感のある肌をね作ることができるアイテムっていうイメージです、私の中では。このファンデもね、全然デバコス抑えて気合い入れる日にね使いたいと思うぐらいには、仕上がりめちゃめちゃ綺麗で大好き。はい、最後紹介するのが、じゃあこちら、ボビーブラウンのインテンシブスキンセラムファンデーションです。このファンデーションもさ、めちゃめちゃ人気ですよね。このファンデーションはね、保湿力重視の人にめちゃめちゃおすすめ。だからあれだね、これからの秋冬とかはね、このボビーのファンデーションめちゃめちゃ使えると思う。このファンデーションは手に出した瞬間からしっとり感をね、すごく感じる。このファンデーション別名美容液ファンデとも呼ばれてるんですけど、そのね、呼び名をね、すごい納得できる。なんかもうまさにっていう感じの仕上がり感ですね。このファンデーションも仕上がりはね、ツヤ寄りで、カバー力もね、普通にしっかりとあります。ただしっとりしてる分、すご
いマスクにつかないっていうイメージも、うん、そんなにはないかも。乾燥肌の人とかにはボビーのファンデーション絶対合うと思います。はい、じゃあ次パウダーいきます。はい、選び終わりました。私の一群フェイスパウダー、こちらになります。もうね、フェイスパウダーに関しては、だいぶね、長いこと、一群変わってないかも。そのぐらい、私にとって、この5選がね、とにかくいい。今から紹介するこの5選ね、仕上がりは全部めちゃめちゃ綺麗。まあ、なんだけど、それぞれね、ちょっと特徴があって、全部綺麗なんだけど、仕上がりが少しずつで違いがあるんですよ。じゃあ、まず一つ目が、じゃん、こちら、コスメデコルテのフェイスパウダーです。もう、フェイスパウダー界の超王道ですね。これもね、めちゃめちゃ大好き。まあ、私、お値段的にもこれ5500円かな、そのぐらいなので、デパコスのフェイスパウダーの中だったら、比較的ね、お安めラインに入ってくるアイテムだと思います。初めてのデパコスフェイスパウダー買うんだったら、個人的にはコスデコめちゃめちゃおすすめ。で、コスデコのフェイスパウダーは仕上がりがね、ナチュラルなんですよ。すごいふわっとした赤ちゃんみたいな肌になるのが特徴のフェイスパウダーです。まあ、なので、相性がいいかなって思う人は、柔らかいような肌を演出したい人だったりとか、あとは仕上がりナチュラル感を求める人、そういう人はね、コスデコがいいと思います。逆に、しっかり高カバーだったりとか、あとは陶器肌っぽいような、作られた肌の仕上がりが少ない人には、コスデコはあんまりおすすめしないです。お次、3のアドバンスドエシリアルスムースオペレータールースパウダー。これは逆に、陶器肌っぽい仕上がりが好きな人におすすめ。なんやかんや、家で使うフェイスパウダーだとね、私一番3が最近は使用頻度高いかもしれない。この3のパウダーの仕上がりは、なんかちょっと透け感のある陶器肌っていう感じですね。まあ、すっごい作られたような感じの肌になるわけでもないけど、まあ、ナチュラルさっていう部分で言ったらコスデコの方がよりナチュラルっていう感じです。透け感のある陶器肌にしたい人には3がめちゃめちゃおすすめで、今度はもうガッツリ高カバーのしっかり陶器肌にしたいって方におすすめしたいのが、じゃあこちらミラノコレクションのフェイスアップパウダー2021です。はい、もうみんな大好きミラコレですね。このフェイスパウダーは1年に1回ね販売されるフェイスパウダーなんですけど、この5個の中だったらね一番しっかりと高カバーっていう感じかも。なんかザ陶器肌っていう感じの仕上がりなので、フェイスパウダーにカバー力とかをしっかり求める人はこのミラコレがおすすめだしね。ミラコレめちゃめちゃ持ちもいい。しっかりカバーしてくれつつ、ベースメイクを崩れにくくする効果っていうのもめちゃめちゃしっかりあるので、私みたいに肌トラブルとかがね結構多い人とかにはこのミラコレもすごい相性いいと思います。お次はこの5個の中で一番ツヤツヤっていう仕上がりになるフェイスパウダーがこちら、スックのオイルリッチグロールースパウダー。パウダーでしっかりツヤ感を出したいって人はね、スックのオイルリッチグロールースパウダーがおすすめです。ツヤ肌好きの田中みな実さんもね、このフェイスパウダーはめちゃめちゃ愛用しているらしいですよ。なんかパール感がさ入っているフェイスパウダーとかいろいろ試したんですけど、なんかねスックのこれだけね結構群を抜いてるかも。もう分かりやすくツヤツヤになる。まあ、だから逆にね、まあ、ツヤがいいけどそこまでツヤツヤにしたくないって人はあんまスックをね選ばない方がいいと思うんですけど、もうしっかりとツヤ肌にしたいって人はねスックめちゃめちゃおすすめです。まあ、だしこのパウダー自体しっとりもしてるので、乾燥が気になってる人とかにも相性いいと思います。はい、で最後紹介するのがもう私の大本命じゃん、こちらエレガンスのラプードルオートニュアンスの1番。エレガンスのこのフェイスパウダーは購入してからもう1日たりとも離さず持ち歩いている私の大本命フェイスパウダーです。正直ね、仕上がりの綺麗さってところで言ったらほんとこれとね全部同じぐらいなんですよ。まあ、なんですけどやっぱりね一番の違いは大きさですよね。他はね結構大きめなんですけど、エレガンスのパウダーだけめちゃめちゃコンパクトなんです。なので持ち歩きしやすい優秀なフェイスパウダーを探してる人はエレガンス一択。私はこれね1番っていうセミマットの仕上がりになるものを使ってるんですけど、エレガンスのラプードルもねしっかりとカバー力あります。毛穴のね凹凸とかもかなりサラッとなる。1番に関してはしっかりとカバー力もあってセミマットの仕上がりなので、まあ、イメージはちょっと陶器肌っぽくなるかな。持ち歩き用の優秀パウダーを探してるんだったらめちゃめちゃこれもおすすめ。ではお次はね1軍クッション選んでいきたいと思います。これでしょ。はい、私のクッションの一群コスメ、こちらになります。多分ね、この4つに関してはすでに全部 YouTube で紹介もしたことあるんですけど、だいぶ長いこと愛用しているクッションですね。私がね、こうやってコスメを集めるようになってきて、一番初めに感動したクッションファンデーションっていうのが、この2つだったんですよ。こちら側が NARS のアクアティックグロークッションファンデーション。こちら側がイブサンローランのアンクルドポールクッション。この2つのクッションに関しては、めちゃめちゃしっかりカバー力あるのに、仕上がりはね、ツヤっぽいんですよ。なんかさ、
カバー力があるものって結構セミマットな仕上がりになりがちじゃないですか。なんだけどね、この2つはもうコンシーラーもね、いらないんじゃないかなってぐらいめちゃめちゃしっかりとカバーされます。まあ、なんですけど仕上がりはね、めっちゃツヤンってなります。で、まあ、正直ね、ナーズとイブサンローランの違いをすごい感じるかっていうと、まあ、そこまででもないかもっていうのがすごい正直な意見なんですけど、なんか両方とも同じような感動があったクッションファンデーションですね。まあ、強いて言えば気持ちイブサンローランの方がちょっとツヤ感落ちるかなぐらいの違いで、本当にほぼほぼ違いはないと思います。しっかりカバーしつつツヤっぽい仕上がりが好きな人はね、ぜひぜひこの2つのクッションファンデーション試してみてほしいです。まあ、ただデメリットを言うと、両方ともね、いい値段する割にはリキッドファンデーションとかと比較するとね、やっぱりそのコスパは悪くなってしまうなって印象は両方ともにもあります。はい、でお次紹介するのがナーズからね、新しく出たクッションファンデーションなんですけど、キュアラディアントプロテクションアクアグロークッションファンデーションですね。で、このクッションに関しては先ほど紹介したね、ナーズと何が違うかっていうと、ツヤ感で言うとこっちのアクアティックブロークッションファンデーションの方がいいと思う。まあ、なんですけど、プロテクト機能って言って、その大気中の塵とかホコリから肌をね、しっかりと守ってくれる機能っていうのがね、この新商品の方がより強化がされているらしいです。新作のこのファンデーションに関してもカバー力もね、私問題なくしっかりあると思っているので、まあ、ツヤを重視するかプロテクト機能を重視するかでね、この2つを選ぶのがいいかなと思っています。この新作の方もね、仕上がりめちゃめちゃ綺麗ですね。で、最後唯一の韓国コスメで紹介したいのがこちら、ジョンセンムルのエッセンシャルスキンヌーダークッションです。なんか前にTikTok でおすすめクッションファンデーション特集とかをねしたことがあるんですけど、その時にフォロワーさんからめちゃめちゃ人気だったのがこのね、ジョンセンムルのクッションだったんですよ。あまりに人気だったから気になって購入してみたんですけど、うん、確かにね、これめちゃめちゃいいなって思いました。このクッションもですね、しっかりとカバー力はあるんですけど、仕上がりがね、素肌っぽいんですよね。で、かつ適度なツヤ感も出すことができます。そう、あと、まあ、クッションってまあ比較的ね、その水分量が多いので乾燥しにくいものが大変だとは思うんですけど、ジョンセンムルのクッションはその中でも特にね、乾燥しにくいなっていう風に感じました。まあ、なのでこれリフィル合わせて4000いくらぐらいだった気がするんですけど、まあ、2回分ね入って4000いくらなので、今回私が選んだ一軍クッションの中では比較的にお値段も落ちる商品かなとも思います。乾燥肌さんだったりとか、まあ、あとはしっかりカバーしたいけど仕上がりはなんかあくまでもナチュラルを維持したいって方はね、ジョンセンムルのクッションぜひぜひ相性いいと思う。はい、そしたら最後ですね、ちょっと机には並べられなかったんですけど、コンシーラーもね、せっかく持ってきたので一軍を紹介していきたいと思います。はい、コンシーラーの一軍一つ目がじゃん、こちらナーズのラディアントクリーミーコンシーラーです。この商品もコンシーラーの中でめちゃめちゃ王道ラインだとは思うんですけど、この商品は商品名の通りね、めちゃめちゃクリーミーなコンシーラーですね。なので乾燥しにくいっていうのがね、一番の特徴かも。まあ、だし、まあこれナーズに限った話じゃないかもしれないけど、私ね、これ買ってから多分ちょっと時間経ってるんですけど、全然減ってないんですよね。まあ、逆にそれ使用期限的にちょっと大丈夫なのかって話はあると思うんですけど、まあ、そのぐらいコスパもめちゃめちゃいいです。なんかコンシーラーってさ、ものによってはさ、ちょっとつけたところがなんかカピカピしちゃったりとか、そういったものとかもあったりすると思うんですけど、そういうのがね、全くないのですごい使いやすいですね。もはやファンデーションとしても使えちゃうんじゃないかなっていうぐらいね、すっごいクリーミーなコンシーラーです。はい、どっち紹介するのがこちら、レブロンのカラーステイコンシーラーです。これもね、最近 YouTube で紹介したばっかのアイテムなんですけど、いろんなね、このコンシーラーを比較してきた中でも特に耐水性に優れてるのがレブロンのこのコンシーラーだったんですよ。まあ、これからのね、秋冬とかはあんまり汗かくとか、それこそプールとかね、海とか、そういったシチュエーションは減るとは思うんですけど、まあそういった汗水とかにね、すごい強いコンシーラーですね。過去の YouTube でこのね、検証動画載せてるので、よかったらそちら見てほしいなと思うんですけど、本当に手につけて水をね、いくらジャーってつけても全くびくともしないの。汗かくさんとかにはすごい相性いいと思います、これ。はい、以上でですね、私の手持ちのベースメイクアイテム一気見せ動画終了になります。いかがだったでしょうか。もしかしたらね、家にもう少しちょっと置いてあって全部じゃないかもしれないんですけど、まあ、9割方は今日ねここに置いてあるものが私の持ってるベースメイクアイテムの全てかなと思っております。もしちょっと紹介し忘れてるものとかがあったらごめんなさい。まあ、あと今日はね、その私の一軍コスメっていう形で、まあ、一部のねコスメを紹介させていただいたんですけど、今日紹介しなかったコスメが全く悪いとかそういったわけでは全然なくって、まあ、テーマによってね、またおすすめするコスメとか変わってくるかなと思うので、そこだけご了承いただけますと幸いです。本日も動画最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったよとか参考になったよという方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。